どうもーの晩酌ですー皆様ごきげんいかがーえー、今日は私今帰ってまいりましてね、大、えー、宮の方でライブありまして、えー、一本こなしてまいりましてね、えー、まぁ、あ、さっきね、ちょっと、あのー、試合をね、ダイジェストで見て、うーん、さあ動画あげようかなっていう感じで、今でございますけども、今日はね、なんとびっくり。 ね、ナイトゲームじゃないんだね。うーん、デイゲームでございました。びっくりしましたね、私。うーん、騙されるとこでしたね、危うく。てっきりね、火曜日だから、ナイトゲームかなと思ったら、なんとびっくり、13時プレイボールっちゅうね。うーん。まんまとね、騙されましたけども。もう気づいたらね、えー、もう4回とかになってましたね。うーん。 えつって、もし始まってるけどどういうことってね、うん。完全に翻弄されました。うん、謎の日程にね、うん。まあでもどっちみちね、今日はちょっと、まあお昼間から謎のお仕事がありましたから、ちょっとね、見れなかったんですけどもね、試合はね。うん、だから先ほどね、うん、あのー、ダイジェストで、 確認しましたけどもね。うん。あの、な、謎のお仕事って言っても、あの、怪しい、怪しいやつじゃないよ。うん。あれね、その闇営業的なものではないんですけども。うん。まあ、言ったらあれですよね。YouTube 撮影っていうやつね。うん。あ、この YouTube じゃなくてね、あの、吉本にね、中尾藩 YouTube っていうね、うん、怪しい YouTube があるんですけども。えー、中尾さんというね、チーフマネージャーがね、 えー、自分の、うん、持ってる芸人さんをね、うん、集めて YouTube をやってくれとるわけですね。うん、社員さんがね、いろいろあの手この手でね、えー、我々、えー、まあ言ったらね、うん、もう地下に埋まってる芸人をね、なんとか世に売り出そうっつってね、うん、やってくれとる、まあ、YouTube でね、うん、まあまあまあ、 怪しいユーチューブですよ、うん。まあまあ、だから、野村再生工場みたいなもんね。うーんそういうね、うん、地下の、地下に埋まってる芸人をね、なんか <laughs>、最後ね、えー、日の目を浴びさせてあげようっていうね、うん中尾おじさんのね、粋なユーチューブがあるんですけども、今日はだから、えー、平成のぶしこぶしさんのね、徳井さんと、ゆったりかんさんとね、えー、我々で、 うーん、何て言うんですかまあ、ちょっとゆるくトークでねうーん、それをなんかねあとで徳井さんがね、うん、得意のあ得意のってその得意のじゃないの、えー、得意技の得意ねうん得意のその考察でねうんいろいろ、ね、我々のことをね語ってくれるっていうねことですよねうーん、でもやっぱお笑いの話になるとねうーん恥ずかしい話になるよねどうしても。う そのお客さんに聞かれたら恥ずかしいようなね、うん、このうちうちの話ちゅうの、うん、あんまりその外に向けてするような話じゃないけどもね、うんまあ、だから結論としてはね、皆さん見ないでねっていうことね、うん、もしかしたらそういうねそろそろアップが、ね、あるのかもしれませんけども、編集でき次第ね、まあ皆さんぜひ見ないでいただきたいというね、ーうんついついね。うん いい喋喋んんでいいこととををってるよねねそんなうちうちにしきゃいいものを、ねうんうん、まあ、あの、何の話してるんですか、これはね、本当に。負けたからね、今日は。うん語ることもね、ないのよね、今日の試合なんか特にさ。うんまあ、ちょっと試合内容もね、ちゃんと見れてないっちいうのもあるけどね。うんまあ、今日はだから、噂は当手がもうすごいっちゅうねうん、それ以外も何者でもないですわね。 うんまあ特に見せ場っちゅうもんもなかったもんねきっとねこの感じうんまあ紅林くんとか頑張ってたよねでも、うん、ああ振り返っときましょうね、えー、8月31日3対1で負けね先発はサチヤくんでしたけどもうーんと、5回途中で2失点ねうんあのー 1> で1点取られた後、まあ5回途中ね、ランナーを背負ったところで、えー、吉田亮君にスイッチ。吉田亮君が、まあ結局ね、ランナー返しちゃったんで、5回途中2失点ということで。まあでも前回ちょっと荒れてたもんね。うん。ってことはちょっとこれ、また、ね、社長君、今回は良かったんじゃないのね。すいません。ちゃんと見てないのに。ねうーん。あとね、今日はあの、紅林君が良かったみたいね。 えー、5回同点タイムリーっちゅうことでね、うんまあ、詰まりながらもライト前に持って行っていただいて、まあ、この前のね北君の、えー、2塁打、うんまあ、これもね、えー、生きてきましたね、うん、北君も今日良かったみたいね、うん、まあそういうねえー、感じですわね今日はでもうん正隆さんとかもなんかダイジェスト見たらあのすごい球手出して三振してたねちょっと苦手なんかな 下り出せん、まあ、と上沢投手っていうのはこれは、まあまあ、天敵ですもんね、うんなかなかこの今まで、ね、苦労した投手ですもんね、最近ちょっと打てるようになったかなと思ったけどね、やっぱり上沢投手、難しいね、うんまあ、同点に追いついたけども、そのあとは落とさたなしっていうことでね、上沢投手135球ぐらいかな、えー、投げさせたものの。 うーん、攻略できませんでしたね。はい。でリリー夫人の方はですね、えー、吉田亮くんが買いまたぎでね、一、えー、回三分の一をね、まあ無失点ね。うん、なんだ一人買いちゃいましたけどまあ無失点ね。うん。あとはまあ、えー、富山くんがね、一、えー、人五一失点。あとオルシャルくんが一人五これ無失点。ナイスピッチングね。うん。 で、さっきも言いました、黒林くん。猛打賞でした、今日はね。素晴らしい。ね、北くんはマルチ。二塁打二本かな。三塁、最後ね、三塁狙って、ちょっとアウトになっちゃいましたけどもね。まあ、この若い二人がね、うん、いいじゃないの。将来のオリックス打線を担う、このお二人がね、うん、まあ、こういうね、うん、難しい試合でしたけども、結果を残していただいて、 だから今日はね、うん、これでいけるんじゃない、うん、お酒の当てがないよーっていう人も、この紅林くんと北くんのね、うん、計5案だ、うん、見ながらね、えー、まあ、こびきブルーでいいんじゃないでしょうか、うん。ね、いつもお世話になってます。小引きブルーさんね。うん。ありがとうございますね。今日も小引きブルーでやらさせていただいてますけども。うん。ね。うん。 宮崎市に向かってありがとう小引きブルーさんありがとうねえー、いつもお世話になっております。ねえー、さ今日は負けたからね、ねやんなきゃね。あのー、ちょっとね、まあ、今日みたいな試合はさ、まあ、しょうがないんだけどね、負けるのはね。うーん、まあ、こういう試合もあるよね。うーん。でも怖いのはさ、下でさ、 ロッテさんが怒涛の勢いなのよね。うーん。これは困ったもんですよ。ロッテさんがもう今何5連勝ぐらいしてんのうーん。ちょっとオリックスもね、別に勝ち越してるしね。後半戦入ってね。うん。いいんですけども、それ以上にロッテさんの勢いがすごいですからね。これはちょっと怖いですよ。もう1.5ゲーム差ぐらいになってますかうーん。怖い怖い。う 追われる立場っていうのはね、怖いね、ほんと。ね追われる立場なんて今まで経験したことないもんやから、もうずっと後ろ見ちゃうよね、やっぱ。うーん、前だけ見てね、やりゃいいんですけども、後ろ気になっちゃう。やっぱこんな前走ったことないからね。うん。ロッテさんの位置が気になっちゃう。ねえ。ー、そう。じゃあ解散ね、皆さん。今日は。はい。以上。腹筋タイム。 皆さん解散でまた明日え12345678910とえ明日田島くんかな あー田島頼むよ明日はなんとしてもこの日ハム戦三連戦勝ち越さないとねうーんよいしょロッテさんがやばいからねほんとうんでもまあうちにはね、えー、ロッテ戦最強のラオウがいますからうーんあとあの最強2枚骨看板がおりますからねよいしょっと よ <laughs> いらっしょっと。暑かった。った <laughs> というわけで、また明日お会いしましょう。さよなら、バイバイ。いい夢見てね。